はい、こんにちは。今日はですね、ろくろの動画ずっと撮ってきましたけど、その後削らなきゃいけないよなっていうことで、鋼材をね、削るわけですけど、その時にやっぱろくろで削るわけですが、必ずこの中心に据えないといけないわけです。で、シッタというものをね、使ったりもするし、直接こう置いて固定することもあると思うんですが、とにかく真ん中に置かなきゃいけない。で、それを練習しようということですね。で、こういう感覚は、身につけばですね、ろくろがどんどん上手くなります。で、まず、手ろくろでね、やったらいいと思うんですが、大体こう線がね、こう刻んでありますよね。で、大体これで、この辺かなと合わせれば、ほぼ合うっちゃ合います。でもやっぱ今、鋼材ちょっと歪んでますよね。これを、こう、トントントンと、こんな風にこう、きちっとね、合わせた方がいいわけです。で、これを、だから、ろくろやるときって結構、水使ったりね、泥が出たりして汚れるんですが、こういうのだったらね、普段、家で普通の状態のリビングで練習したりもできるんじゃないでしょうか。で、意外と自分が持ってるね、買った器なんかをこれで回してみると、意外と、歪んでたりとかね、そういうのも分かったりします。で、これ練習してみましょう。例えば、わざとね、ちょっとずらしてみますが、この時、どこを見るかなんですよね。で、例えば、ここを叩くとすれば、この反対側を見るように僕はしています。人によっていろいろだと思いますが、例えばこう来て、ここが出てるな、出てるとこ叩くぞと思って叩いたら、もうそれは必ず出てるところが通り過ぎてるので、だいたいこの反対側が、反対側に出てるとこが、来たなっていう時に叩けば、だいたいこれで。今簡単そうに、やったと思うんですけど、まぐれっちゃまぐれです、今のはね。でも、それを やっとけば自然と身につきます。で、例えばですね、違うのをちょっとやってみようかと思うんですが、これは普段僕がお茶飲んだり、しょっちゅう飲んだりしてるやつでアトリエに置いてるんですけど、こういう線を、これわざと、筆の入りと抜きをわざと強めにつけてるんですよ。で、これ酸化で、電気炉で焼いたやつです。で、例えばこういうのをやりたいなと思って、ここでこう線をね、こうやってこう書くよっていう時に、どうするかっていうと、例えばこういう素焼きのやつがあって、これをこうやるんですけど、これわざとかなりフリーでこう弾いてるんで、ブレてますよね。で、こういうものはもう僕は絵付けの時は最近やってないんで、これできるかどうか分かんないけど、筆のね、この絵でやってます。これは絵付けやってる人がそうやってやってるのを見て、かっこいいなと思って、それで練習しただ。これも一緒です。見るとこは反対側を、できんだ。見て、妥協点ね、これかなり歪んでる。わざとこういう風にしてるんですけど、歪んでるので、この妥協点を探すってことですね。手でできるようになれば、こういう風に筆でできたりもします。これだったら、こんな感じですか。で、見てるかっていうとね、見てるのかな。この回転するリズムがもう分かるから、それでこう、適当に何回か叩けば嫌でも真ん中に来るっていう部分もちょっとあるとは思います。それはぜひ絵付けとかやってる人の発信がどっかだったらいいですね。例えばこれだったらこうなって、このこっち側をこうするとかね、こういう場合だったらこの鋼材を、鋼材をこう、歪んでますね。焼き陶器は絶対少しは歪んでるんで、こんな感じかな。これでこう妥協点を探して、こういうふうにせんっていう感じですかね。やっぱそうですね、できちゃう人間が取っちゃうと参考にあんまなんないかもしれないけど、試しにね、ぜひやってください。例えばこいつが転がってたんですけど、こんなもんでもいいです。こんなもんで練習でもいいから、親指をこんなふうに、親指のここで叩くんですけど、見ながらとか、水煮とか、ね、こうやって、もっとシビアに使ってるかな。よっ、やってないから、ダメだ。やってないから全然ダメですけど、こんな、こういうふうに皆さんもチャレンジして、僕なんかね、すぐに追い抜けると思いますので、頑張ってください。で、これが、ある程度その、回転のタイミングを取る、ことができるようになればですね、
ろくろで作るのも上手になりますし、当然今から今後ね撮っていく削りの動画なんかにも生きてくると思います。ちょっとね簡単ですけど今日はねこの説明しておきたいと思いました。これからもねどうぞよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録もお願いします。